今回は銘柄レポートといたしまして、NVIDIA とスーパーマイクロコンピューターを取り上げます。NVIDIA につきましては、年次テクノロジーカンファレンス GTC2024 が3月18日から21日まで開催されました。その中で次世代 AI 半導体ブラックエルが発表されました。2025年の NVIDIA を牽引する大型製品になるだろうと思われます。 スーパーマイクロは3月19日付で公募増資200万株を発表しました。CJ 資金、設備投資等に使う見込みであります。ブラック LGPU 搭載サーバーと冷却装置の発売、これも発表しております。 いつも大変お世話になっております、楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は銘柄レポートといたしまして、NVIDIA、スーパーマイクロコンピューター、この2銘柄を取り上げてみたいと思います。NVIDIA、21日までアメリカで年次テクノロジーカンファレンス GTC2024、これが開催されておりました。この中でいろいろと重要な発表がありました。 そしてスーパーマイクロコンピューターですが、200万株の交互増資が発表されております。このあたりの中身をお話ししたいと思います。えまず NVIDIA でありますが、毎年恒例になっている年次テクノロジーカンファレンス GTC2024 がアメリカのサンノゼで3月18日から21日まで開催されておりました。 この中で,です、ね、いろいろと重要な発表があったわけなんですが、このジェイソン・ファン CEO の基調講演、これがやはり最も重要だっただろうと思います。でこの中で、新しいアーキテクチャ、ブラックベルに関するお話があったわけでありまして、それを中心に今回お話ししたいと思います。 でこの新アーキテクチャですね、ブラックエルによる AI 半導体の新製品、B200、それから GB200、これの詳細がジェイソン・ファンシーの基調講演で発表されたわけであります。で中身をカリスに申しますと、まず今の主力 AI 半導体の H100、これ、世界中で大人気の AI 半導体でありますが、これと比較いたしますと、この B200 の推論性能が15倍になる、それから AI トレーニング性能が3倍になると。 こいうことであります。非常に優れた性能を持っているということであります。で、それからもう一つの特色が省エネ性能が優れているわけであります。で、この GB200 というものがありまして、NVIDIA が独自に作っているサーバー用の高性能 CPU で、Grace という製品があります。 でこのグレース1つ等 B200、これを合体させたものが GB200 でありますが、これに対してですね、MOE というミクチャー・オブ・エクスパーツという手法を使って、ですね、効率的に機械学習をできるような手法があるわけですが、これで GPT を90日間トレーニングするという場合ですね、H100 を使う場合は、8000個の H100 で15メガワットの電力が必要になりますとこういうことなんですが、 この GB200NVL72 というマシンを組み合わせた場合、200個の GPU、これはあのブラックエルの GPU1 つと勘定してまして、この2000個の GPU で4メガワットの電力で済むと。 ということでありますちょっとややこしいんですけれども、この GB200NVL72 といいますのは、36個のグレース CPU と72個のブラックウェブ GPU を一つのラックの中に接続したものでありますので、まあ、単純計算いたしますと、二十数台の NVL72、これを集めると2000個の GPU ということになるわけですが、まあ、これを集めてもです、ね、4メガワットの電力で済むと。 こういうことでありますのでかなり大きな省エネ性能が実現できると ここういういとになるわけでありますでちなみにこの B200 っていうのがどういう形状なのかということなんですがこれオンラインでですねこのジェイソン・ファン CEO の基調講演無料で聞けるようになっておりますんでご関心がある方は見てみてくださいそれからネットのニュースでもいろいろ出ておりますけどもこの B200 というのがブラックエル GPU の台チップを台と言いますがこの2つを組み合わせて1つのパッケージにしたものであります。 いかにも大きいパッケージということになります。で、この GB200 は、この B200 にグレースの台ですね、これを接続したものでありまして、これを1つのパッケージにしたというものになっております。で、今回の GTC2024 のジェイソン・ファン CEO の基調講演では、 この B200 と GB200 について、かなり集中的に説明があったわけでありまして、まあ、そういうことになりますと、この次世代のエア半導体の主力というのが、エヌビディアでは B200 と GB200 ということになろうかというふうに考えられるわけであります。 それから、ですね、この基調講演の中で示されたグラフがあるわけなんですが、それを見ますと、H200 ですね、これから出てくる H100 の後継機、省エネ型のチップになるわけなんですが、この H200 と GB200 を比較すると、水道精度が最大30倍になるということであります。 それからこのブラックエル GPU の生産ラインは TSMC の N4P というのを使います。これ、4ナノラインの回路版のラインであります。で、実はですね、昨年の段階で一部の報道で、この B100 以降のですね、ブラックエルについては、3ナノを使うんではないかという報道が一部でありましたが、結局は4ナノの回路版ということになったみたいであります。まあ、理由として考えられるのはですね、 やはりこの GPU の大サイズが非常に大きいんで、量産技術が確立された4なのの方がいいと。 といいいう判断ははあったんではないかなか思います3ナノの場合、ラインの需要が非常に強いのもありますし、当然、生産コストの面もあると思います。まあ、そういうふうな事情はあったのではないかなと思います。ただ、一方で,です、ね、この H100、H200 ともを4ナノラインで作りますので、4ナノのラインそのものは非常に需要が大きいということも言えるわけであります。まあ、こののブラック GPU が潤沢に生産 生産されるのかどうかというのは今後じっくりとちょっと観察してみないと分かりませんちなみにですね B200 それから B100 というのもちゃんとあるわけなんですがこの辺りが出荷されてくると NVIDIA のプレスリリースではですね B200 それから GB200 の出荷このブラックウェルの GPU の系統が出荷されるのが2024年の後半からということになりますので本格的な生産出荷は多分2025年と ここういういとになるんではないかなと思いますそれからですね、HBM3E をこの B200、それから GB200 には搭載いたします。これは HBM、ご存知のように DRAM の最新規格である DDR5 をベースにした特殊メモリー、これの最新型であります。で、B200 は 192GB の HBM3E というタイプを搭載します。 それから GB200 ですね、これは 384GB を搭載するということであります。で、H100 が 80GB の HBM2E、それから H200 が 141GB の HBM3E となっておりますので、これに比べますと、やはりメモリーの容量ですね、これは大変大きくなる。それからメモリーの容量とともに B、B200 GB、GB200 のメモリーの帯域幅、まあ、この帯域幅が大きいほど、 メモリが高速で情報を伝達することができるわけなんですが、これが8 t b ンドということでありまして、H100、H200 に比べても、やはり相当大きいということであります。まあ、こういうことで、ですね B200、GB200 GB とも相当な高速化が実現できているということであります。で価格については不明なんですが まあこれだけの高性能ということになりまして、しかも NVIDIA の競争力十分今も維持されているわけでありますので、H100、H200 よりも高い値段になるのではないかなと考えられるわけであります。 このロードマップですね私がまだ全部のカンファレンスを見ておりませんのでまだこのロードマップがどういうふうになっているのか分かりませんけれどもこれが2023年10月の当社向けの資料に掲載された NVIDIA のロードマップでありますで今回ですねそれなりに変わった点があるみたいでありましてこの基調講演を聞いて、まあ、あといろいろ ネット上で出ている、信頼の大きそうな記事を読んでみますと、ですね要するに、H200 の直接の後継機が B200 なんじゃないかなということであります。で、その間に B100 があったはずなんですが、これが B200 の安いバージョンですね、これにどうもなっているんではないかなということであります。 でこの B200 というのが、このブラックウェルの GPU 台、これを2つ連結したものであります。B100 はですね、ちょっと私、まだこの点について確認してないんで分かりませんけれども、どうもその話のニュアンス、気象公演での重点の置き方等を見てみますと、その H200 の直接次が B200 であって、この B200 とその上位機種の GB200、それからさらにその上位機種で通信系ネットワークを強化した GB200NVL。 この辺りに相当重点を置いて営業するんではないかというふうに考えられるわけであります。それからこの周辺のネットワーク機も高速化されているということでありまして、まあ、この H というのはホッパーというアーキテクチャなんですが、ホッパーの時はですね、H100 が主力であって、その直接の後継機、バージョンアップ版が H200 という位置づけだったわけであります。GH200 というのはこれは出荷されるんですが、 今回のブラックウェルの場合はです、ね、より一層この性能が高い B200、それから GB200 に対して、かなりエヌビディアとしては重点を置いた営業をやるんではないかなというふうに考えられるわけでありますで。これは裏返しで言いますと、やはり今のエヌビディアの大手顧客といいますのはです、ね、大手から準大手中堅クラスのクラウドサービスのデータセンター。 それからそういったところにデータセンターを貸している大手のデータセンター業者、それからそういったところに AI サーバーを出しているサーバーメーカーですね、こういったところにあります。で、大手のクラウドサービス会社の中で、マイクロソフト、それからアマゾンドットコム、それからアルファベット、グーグルですね、この3社については、自分たちで NVIDIA から AI 半導体を仕入れて、それを ODM ダイレクトというサーバーメーカーの一群があるんですが、あるいは 今回のような電子機器の組み立て業者であります。そこに出荷して内製用の AI サーバーを作ってもらっていると。 いうことになるわけなんですけれども、それ以外のデータセンター事業者、あるいはクラウドサービス会社は、サーバーメーカーから AI サーバーを仕入れているケースがほとんどであろうと思われるわけなんですが、まあ、そういったです、ね、クラウドサービスの会社、それからデータセンター業者、さらにはその最終顧客である一般の企業からの性能向上に対する要望がおそらく非常に強いんだろうということであります。 特にデータセンターの場合、その地域の電力会社とです、ね、月間の電力契約で結んでいるわけでありますが、その契約している電力量の範囲で最大の AI 性能を出したいという要望がおそらくあるはずであります。そ、まあ、そこが B200 GB200、ね、やはりそれからのような省エネ性能ですね。 これが非常に高い、かつ総合的に AI 性能が非常に高い AI 半導体が求められる、そのゆえんではないかなというふうに思われるわけであります。まあ、このロードマップですね、またいずれ会社側から発表になるかもしれませんので、そのあたりまた注意したいと思います。 はい、それから H100 と H200 の性能差ですね、これ、前回お見せした表なんですが、実はこの推論速度とかです、ね、計算速度は、まあまあの上昇幅であります。で、この H100 と H200、比較しますと、このエネルギー消費が半分になるとここは一番の大きなポイントだったんですが、この H100 と B200 を比べますと、リアルタイム大規模現場モデルの推論で15倍。 AI トレーニング性能3倍、高速データ処理2倍ということでありまして、やはり特に推論性能が非常に高いということであります。まあ、この製品を出してきたということからしてです、ね、やはりこの NVIDIA が今回のブラックウェルでも重点を置いているのは、やはり大規模データセンターであると、要するに大規模データセンターで AI システムを動かす大手から準大手中堅のクラウドサービスの会社群ですね。 このあたりがやはり主力顧客として重点を置いているというふうに考えていいんではないかなと思います。まあ、そういうことで言いますとですね、先般、私、デンテクノロジーズのレポートの中でですね、この B100、B200 というのが、特に B100 なんですけども、企業向けにも出ていくんではないかというお話をしました。 でネットの記事等でちらっと書いているところを見るとです、ね、まあ、これは NVIDIA のカンファレンスからの引用ということではあるんですが、この B100 というのが、 B200 の性能を少し落としたやつだということになっておりますので、まあ、この B100 が企業向けのサーバーに装着されて出荷されるということは多分十分あるんだろうとは思うんですけども、ただ、依然としてですね、AI サーバーの需要の大きな部分は、やはりデータセンターであるということになるのではないかなと思われるわけであります。企業向けに直接こういった AI サーバーがどんどん出ていくというのは、まだもう少し先になるのではないかなと。 いうふうふに考えております、はい、このエヌビディアの業績予想については、前回の業績予想と変更はいたしません。今回のジェイソン・ファン氏の基調講演を見る限りですり、ね、この業績予想を下方修正しないといけないということは、私自身はどこにも見出すことはできませんでした。むしろ事業の規模がどんどん大きくなっていっていると。 印象を強く受けたわけであります。はい、えー、ということでですね、今後6ヶ月から12ヶ月間の伸びである目標株価前回1400ドルでありましたがこれを維持したいと思います。えー、引き続き中長期での投資見目を感じております。 次がスーパーマイクロコンピューターであります。3月19日付で公募増資を発表いたしております。公募増資200万株、それから30日以内に30万株を追加で引き受け管理に売却する追加オプション、これも発表しております。主幹事はゴールドマンサックス証券会社1社ということになります。公募価格は875ドル。 消費用を除いた手取りの概算ですねこれ追加オプションを除くベースですこれが17.5億ドルということになりますで、資金の使い道なんですが仕入れ資金の増強生産能力拡大研究開発投資の増加ということになりますそれからですね3月18日付で B100 B200 GB200 搭載の新型 AI サーバーを発売すると こういうことを発表しております。それから同時にそれらに向けたその冷却装置も発売するということでありますで。やはりですね、引き続きこの冷却装置が重要になってまいります。この GB200 ベースのシステム、それから GB200 ベースの NVL72 という、まあ、これ、スーパーコンピューターになろうかというシステムになるんですが、こういったものになりますと、ダイレクトリキッドクーリング、直接液冷をやりますということになります。要するに、サーバーの筐体の中に水を直接入れて、その水を循環させて冷却するというやり方であります。冷却効率は非常に高いのですが、データセンター側で水の循環システムを装着する必要があるということであります。 で工事がいろいろとかかるということになります。でやはり今回もですねなかなかこの冷却装置というのが どうも簡単にはならないんじゃないかなと、まあ、簡単でいけるバージョンの AI サーバーもおそらく出てくるとは思うんですけども、この JSON ファンシーの気象講演ですね、先ほど申しましたけども、これを見る限りでは、AI に関するシステムが大規模化する過程がまだ止まっていないということではなかろうかなと思います。そういうことで言いますと、ですねこのスーパーマイクロの今回の増資というのもうなずけるわけでありまして、どういうことかと言いますと、 これはですね日本でもよくある話でありまして、要するに急成長している企業の場合、仕入れ先、それから納入先ですね、お客さんですね、そういったところから、ですね自己資本の増強を要請される場合があります。要するに、仕入れ先として半導体を売る側の NVIDIA からすると、ですねこの AI 半導体の値段はどんどん高くなっていて、かつ需要も大きくなっていると。 こういうい場合ですねやはり売り先に対して自己資本を積みまして経営を安定化させてほしいという要望はこれはあくまでも一般論ですけれども一般論としては当然持つわけであります。それから納入する先のデータセンター特に大きな会社の場合も やはり同じような要望を持つ場合が多いわけで,ありますやはりですね、この AI サーバーというのは、今やデータセンターの最終顧客の企業の命運を握るような重要ハードウェアになっているわけでありますので、それをやはり半導体を仕入れてサーバーを作って出荷するという役割を持っているこのサーバーメーカーはですね、やはり自己資本の充実、これを適宜やっていかないといけない。で、それをやれば、 より大ききなビジネスを獲得ででるととといいううことであろうと思います実際にこのスーパーマイクロ、前回もお話ししましたけれども、今、AI サーバーの売上高で世界トップ、これは外反市場での話ですが、世界トップということであります。これをさらに拡大強化しようといたしますと、やはり一定の自己資本の増強がやはり必要になるであろうと。 おいうことでありますのでまあこの辺りはですね特に今回の公募につきましては規格回率が4%程度でありますこれ規格回率といいますのは発行済み株式数に対して公募増資の規模がどの程度 なのかということになりますがこの代理上がせいぜい4%ぐらいでありますのでまあこれがですね5%以上とかあるいは10%前後ということになりますとどうなのというようなお話にもなるんですが4%ぐらいですとこれだと十分市場で吸収できるレベルであろうと思いますまああの株価についてはですね公募増資発表の前後でやはり結構売れた面はありますけどもこの公募増資が3月22日頃にオファーリングし 終了という話をスーパーマイクロでリリースを出しておりますんで、まあ、そろそろ終わりということでありますんで、株価についてはこれから持ち直していくんではないかなというふうに考えるわけであります。 これは前回のですね AI サーバーの特集をお話ししたときにお見せしたサーバーの売上高ランキングでありますが、この一番上の ODM ダイレクト、これはですね以前もお話しいたしましたけども、マイクロソフト、a z o n それから Google a アルファベットですね、このクラウドサービスについては、自社で使っている多くのサーバー、AI サーバーも含めてなんですが、これを内製化しております。 でこの内製サーバーを作っているサーバーメーカーの一群を全部ひっくるめて ODM ダイレクトと言っておりますで。サーバーメーカーだけでなくて、本イのようなです、ね、電子機器の組み立て業者も その中に入っているということであります。で、2番手のテクノロジーズ以下は、これがあの外販市場でありますので、実質的にこの外販市場で今トップなのが出るということになります。で、3番手がインスパーという、これはあの中国の会社ですね、今最新型のハン半導体を入手するということができなくなっているはずです。4番手がこの HP エンタープライズ、そして5番手にスーパーマイクロが入ってきていると。 いうことでありますこれがですね2、3年前の数字でありますと、スーパーマイクロというのは9番目とか10番目だったんですが、やはりこの AI サーバーが出てきて、この値段が急速に上がっていくという過程で、やはり売上高がどんどん増えてきたということであります。でこの傾向が続きますすとですね HP を抜くのはもう、恐らく時間の問題だろうと思います。で、次はこのデルに接近していて、場合によってはです、ね、このデルがこの AI サーバーの拡散でもたもたしているようですと、デ、ま、ル、あ、はです、ね、AI サーバー、まだそう多くはありません。ということになりますとです、ね、場合によってはこの1、年ぐらいでスーパーマイクロがデルの売り上げ高を抜くということもなくはない話であります。 まあそういうことでいうと、やはりこれだけのビジネスチャンスがあるわけでありますから、自己資本の増強というのは必要なのかなというふうに思うわけであります。 これも前回お見せしましたけども、11、2月期のスーパーマイクロの AI サーバー売り上高、推定でありますが、20億ドル以上、それからデイタテクノロジーズ、これはあの会社が言っている数字でありますが、11月から1月までの3ヶ月間で8億ドルということでありました。で、やはりですね、B200 も GB200 もかなり需給逼迫が引き続き予想されるわけでありますので、スーパーマイクロが他社に比べて優先的に AI 半導体を割り当てられると。 いいいいうう状況はは変化がないんではないかなでかというふうに考えていますそういう意味で言いますと、何年か後にですに、ね、AI、半導体が潤沢に供給されるという状況にならない限り、このスーパーマイクロの外反の AI サーバーの売り上げがトップという地位は容易なことで崩れないんではないかなというふうに考えるわけであります。はい、ということで、業績予想については、今回は変更いたしません。 むしろですね、この一三月どうだったのかを実際に多分四月の下旬か五月上旬あたりに三月の決算発表があるだろうと思いますが、そこでむしろ確認をしてみたいと思います。それでその円半導体の調達の具合ですね、それから需要の強さも改めて分かってくるのではないかなとおいうふうに考えております。まあ、少なくとも今回の GTC 二千二十四年度のですね、NVIDIA の基調講演、j s o n 阪神のの基調講演から見て取れるのは、引き続き、AI 半導体に対する需要が非常に強いということでありまして、性能向上もどんどん進んでいるということでありますので、当面、業績予想、高い率で売上と利益が成長するという、この見方を変える必要はないかなというふうに考えております。こここではではすねこの発行済み株数 公募200万株をやった後の株数で計算しておりますが、まあ、これで見ても、ですね今期24年6月期の PR が50倍弱、それから25年6月期が26.7倍ということでありますんで、あくまで私の予想でありますが、大体いい年率80%で増益が続くんではないかなというふうに見ておりますんで、これを考えますと、依然として割安と考えていいんではないかなと思います。 はいということでですね、今後6か月から12ヶ月か月間の目標株価、前回1900ドルといたしましたが、これを維持したいと思います。引き続き中長期での投資目込を感じております。えー、今回はですね、NVIDIA それからスーパーマイクロコンピューター、この2銘柄についてお話をいたしました。この動画、ご評価いただけるようでしたら、いいね、それから登録をお願いできるとされるでございます。ご清聴ありがとうございました。